ユンとは、北欧神話に登場する、万神族の国である。スノーリストルルソンの書いた、ユングリング家の佐賀によると、かつてタナクビーするあるいは、バナクビーすると呼ばれ、スノーリの頃にタナイスと呼ばれ、国海に流れ込む川があった。その支流の間に、バナヘムあるいは、バナランドと呼ばれる国があったという。やがて、アジアにあった国アーサヘーム、または、アーサランドが、 バンの国に侵攻し、戦争が始まったとされている。抗争は長引き、ついに和睦することとなり、両国は互いに人質を交換した。バナヘームからは、ニョルズ、フレイを先方へ送り出したとされている。バン親族もバナヘームも、やがて神話の物語から姿を消していく。ラグナロクにおいて、住人や国土が、どのような運命をたどったかは不明である。ただ、こういったの。 バフスルーズニールの言葉第39節において、アースガルズニールによる図が、世界の終わる時に、万神族のところへ帰るだろうと言及されるのみである。住人は、セックスに関して大らかであり、近親婚も行われているとされる。しかしこうした傾向は、住人の司さどるのが、生殖や法上、愛情といったものであるせいだろう。実際にどん川が流れ込むのは、 国会と海峡で続いた内海のアゾフ会、ありがとうございます。